集まれ動物の森。お前俺の家の近くで何してんだ。始まったー。時間出んのかい。遊んでる時間出んのかい。おどうしたタヌキチ。どこから用意したんだそのスタンドマイク。皆さんタヌキチだな。もうこちらは毎日島の出来事をお知らせする島内放送だな。もう毎日か。偉いなお前。ただ毎日やるってことは逆にやらない日があるともう怪しまれるから気をつけろよ。もしこの島の誰かが死んだ時に真っ先に怪しまれるからちゃんとやるよ毎日。あともう一個言っとくけど、島民代表は俺だからな。立場的には上だからな俺が。皆さんの暮らしに役立つ情報をじゃんじゃんお届けしますので、ぜひ耳を傾けてちょうだいね。ありがとうタヌキチ。それに関しては本当に助かる。さて本日は特にニュースないんかい。おい初日でニュースないんかい。初日の放送でないんかい。ニュースがある日にやれ。ニュースがある日に放送しろ。代わりにバッファロークソ島生活のお役立ち情報をお届けするならもうバッファロークソ島のインパクト強え。やっぱりやっぱ強えな。DIY でのものづくりは楽しんでくれているならもうおお。皆さん前回私チュートリアルを終わらせたじゃないですか。あれから僕たちは何かを信じてこれたから、ごめんなさい夜空の向こう歌ってしまいました。こういう小ボケほんといらないよね。邪魔だって思うよね。でも俺は思わない。俺でもチュートリアル終わってから何も進んでねえのよ。俺の島のスローライフ異常なのよ。スローすぎんのよ。まだ体験したことがない方は案内所での体験ワークショップにぜひ参加してちょうだいね。あ、そういうのもやってるんだ。それではありがとなタヌキチ。クソして寝ろ。始まった。怖っ。目がいっちゃってんのよ。目がいっちゃってる。あのこれパート1上げてさ、みんなどんな感じなんだろうって反応見たらさ、なんかさ出所したばかりとか言われたんだけど、俺のキャラ偉人じゃねえ。俺のキャラ本当に殺して出所したやつって言われてたんだけど。取って、あ、これ何なんだろう、このメールボックスみたいなやつ。あ、メール来てんじゃん。は任天堂、任天堂から来てる。やば、任天堂が俺を贔屓してやがる。あ、母が母がいたずらメールかと思った。この島のいたずらメール来たら俺疑いにかかっちゃうわ。少人数だからこそ疑いにかかっちゃう。じゃあ母ちゃんからの、母ちゃんだよねこれ。お、キヨノサウルスへ。あ、お母さん恐竜が出てきた。お母さん恐竜から来たわ。空見上げ飛行機雲の木。あー、これあれか、五七五みたいな感じか。空見上げ飛行機雲の奇跡を追い思い馳せるは我が子の角で。それだけか母ちゃん。母ちゃん引っ越しおめでとう。母より、うーん、母ちゃんこの五七五みたいなやついいよ。その後にさ、お元気ですかみたいな普通の文書いてくんねえかな。母ちゃんこれだけじゃ、母ちゃんが最近ハマってる俳句どうぞみたいなただのアピールになっちゃって全然伝わってこない。でもありがとう母ちゃん。しかも、あ、プレゼントもらった。無人島生活に役立つものみたいなやつなのかな。母ちゃんからのメールは全部お切りに入れよ。はは、任天堂も見ていいかい。キヨノサウルスさん、この度アップデートへのご協力ありがとうございます。業務的連絡業務的連絡だな。いや、任天堂様ありがとうな。これは移住おめでとうございます。無人島での新しい暮らし、あー、新生活のスタートお祝いしてみたいな、すげえな、山田電機みたいなことしてくるんだな。ありがとう、これも全部もらっとくわ。任天堂定期的にくれよ。任天堂のスタッフさ、俺の島だけちょっといつもより多めにくれない？手紙とかプレゼント他の島に比べて。そしたら俺すっごい嬉しいから。300分の3。あ、捨てなきゃいけないんだ。よし、これはいらねえだろ。で、どうやって見るんだっけ。これか、プレゼント、プレゼント。あ、これが母ちゃんくれたやつから順番に多分入ってくるよね。これ母ちゃんくれたやつか。何、なんだ、さくらんぼ。母ちゃんいらん、
さくらんぼはいらんわ。大塚愛はいらん。さくらんぼはいらん。だってくそ、島で手に入りそうなもの送ってきちゃったね、母ちゃん。さくらんぼ島で入り、手に入りそうなら、なんかさ、俺としてはもうちょっと違う韓国海苔とかさ、味付き海苔とか塩コショウとか送ってほしかったな、調味料的な。でもそれも最悪手に入りそうだから、もうちょっとカッターとかさ、セロハンテープとか欲しかったかもしんない。さくらんぼて、くっそ、こいつがチェリーボーイだから母ちゃんいじってきてやがんな。で、これが任天堂。任天堂はどういうものをくれるんだい。任天堂スイッチレベル高っ。スイッチくれちゃった。スイッチくれちゃったんだけど、母ちゃんのさくらんぼが薄く、なんか母ちゃんのさくらんぼがしょぼく見えるだろ。送ってくんな、スイッチなんて。そしてもう一個は素朴な DIY さ。おい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 、お前母ちゃんのさくらんぼをそんなにしょぼくさせたいか、任天堂スタッフ。いや、やってやんねえな、任天堂スタッフ。お前ら金に物を言わせてるだけだ。そう考えたら母ちゃんのさくらんぼめっちゃ可愛く見えてきたわ。母ちゃんのさくらんぼが一番大事だもんね。あ、待って、これ使えんのかな。にあ、スイッチで遊べるとかなのかな。なんかゲーム入ってたりすんのか。この辺に飾る、この辺に置く。飾る、うわ、絶対に飾る場所間違ってる。ここら辺にしか言えないってやべえだろ。マオのクソジはやべえよな。これどっちがどっちだったっけ。左がチャチャ丸だったっけ。チャチャ丸のよいしょ。この辺に置くか。あ、ここには置けないんだ。この辺に飾るか、じゃあ。よし。おい、チャチャ丸、お前盗むなよ。お前盗んだら俺即気づくからな。はい、チャチャ丸って言うからな。俺のスイッチ取っただろうってすぐ互いにかかってやる。これいるのかな、そもそも。中には誰もいないみたい。あ、どっかに行ってるってことか。あ、こっち、あ、明かりついてると中にいるってことあるから怖いだろ。いきなり何もノックもなくテント入るのはさすがに怖いだろ。おい、パタヤバさん、パタヤおばさん、なんもないね。しかも寝袋なんだ。入るそれね、体寝袋。ラジオかけて。よっ、キヨノサウルス。あんたが決めてくれた場所、この中、なかなか調子いいよ。ありがとうございます。まあ、俺とオソロみたいなもんだからな。これからも何かとお世話になるかもだけど、同じ島の住民同士助け合っていこうじゃないか。どうだい。そうだな。そうそう、つまり探しのお礼にこの葉っぱの数のレシピをもらって。バタヤおばさん、さすがだな。葉っぱの数のね、もう隣のトトロみたいな感じになってんのか。隣のトトロならありがとう、俺メインになるわ。この島に来た直後があまりにも雑草だらけの光景を見て、雑草を使った DIY をひらめいたのさ。確かにね。しかも俺雑草99個あるから、バタヤおばさん、俺が雑草を集めてるっていうのを見たんだな、きっと。いや、やるな。やっぱなんか親切にするべきだな、島民には。 DIY をやったことがないんだったらタレントさんが教えてくれるみたいだから、まずは案内所に行ってみるといいよ。ありがとう、パタヨおばさん、なんて優しいんだ。じゃあな、パタヨおばさん。今度はパタヨおばさんがいない時に来るね。ちょっとさ、俺の島桃しかねえんだけど、桃を取っても取っても永遠と桃出てくんだけど、もう俺桃そんな興味ねえんだわ。元アイノリメンバーのモモのニュースぐらい興味ねえんだわ。俺もさ、なんか虫取り網とか斧とか猟銃作りてんだけど。あ、来た。タヌキチがなんだかって言ってたよな。これは何？島の掲示板？この掲示板では皆さんへのお知らせや暮らしに役立つ情報をお知らせていくだなも。あ、こういう掲示板、お前、島内放送だけじゃなく掲示板にも書くのか。いやいや、そんなに仕事しなくていい。結局それがいっぱいいっぱいになって精神的に来ちゃって何もやりたくなくなっちゃうから、そこはちゃんとさ、みんなで分けていこう。パタヤおばあさんとかも協力してくれるよ。それと島の皆さん、もちろん島に遊びに来た皆さんにも自由に書き込みしてコミュニケーションや記念に活用してちょうだいね。いや、島に遊びに来た皆さんって島に遊びに来させねえよ。集まれだけど、俺の島は集まるなだからな。集まるな、バファロークソ島だからな。戻ろう。削除、削除しちゃうのこれ。あ、書き込むってある。え、え、書き込める。明日この島から一人消えるだろう。キヨノサウルス、名前書いちゃダメだ。犯人は名前書かないんだよ。名前書いちゃダメ。それもバレバレだから。何してんだろうと思われちゃうよ。まあ、とりあえずこのままでいっか。で、
もう今書くの何やろうかなってすごいここだけでもう10分ぐらい使ってたじゃねえかあ、チャチャマルじゃねえか。次お前俺の一歩先を行くな。チャチャマル、お前何俺の一歩先を行ってやがるんだ。こっちチラッと見んじゃねえよ。くそくそ、釣れないな。ふんふん、かっこいつ俺が釣り道具。おい、うまい、稼い。なんだよその5分でできそうな釣り道具。それだけかい。無視しやがって。なんか ZL ってある。あ、そうだ、俺スマホもらったんだった。怖い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 、なんか怖いな、キヨノサウルス。すっごく怖い。スマホ落としただけなのにのスマホ拾った側の感じの顔になってる。あ、いろいろあんだね。まあこれは適当に自分で見とけばいいか。殺されるぞ。殺される殺される、チャチャマル殺されてしまう。チャチャマルが殺されてしまう。あれ、これ思ったんだけどさ、このバファロークソ島、行けないとこの方が多くね。パスポートなんてあんだ。これあれか、フレンドとかに渡せるとかなのかな。フレンドが見れるみたいな感じなのか。いつでも更新できる。うわ、きっかけ作り、こういうの確かに面白いかもしんないね。パスポートに使う写真、写真を撮るってある。あー、なるほど。あれ、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。目が怖え、本当に目が怖え、本当に目が怖えな。バファロークソ島、あ、桃の島ってことなの。これ桃しか出ねえってさっき俺投げてたけど、そういうことなのか。無人島の富、ちょ、ここら辺全部変えよう。肩書きなんてあんだな、無人島の富。まだまだ、あー、これ、あ、これなんか過去のシリーズみたいな名前なのかな。うわー、すげえな。これだな。町へ行こうよ兄さん。住んでる村がゾンビに襲われたんか。町へ行こうよ兄さん。じゃあこのゲームやんな。町に憧れんな、無人島生活しているやつが。町へ行こうよ兄さんじゃねえんだよ。いやー、いい、面白い面白い面白いな、こういうのあんの。じゃあここ入るか。あれ入れるか。お邪魔しまーす、たぬきち。あ、豆吉いんのかな。豆吉、つぶ吉。ああ、どっちだお前、豆吉か。あ、キヨノサウルスさん、いらっしゃいだな。もう結構いろいろ揃ってんだな。見ての通り狭苦しいけど、よかったらゆっくりしていってね。いや、狭苦しいって、俺の部屋より確実に広いって。でも3人で住んでるからな、3人で住んでるって考えたらそうなるかもしんねえな。島での過ごし方とか何かアドバイスが必要だったら遠慮なく僕に相談してちょうだい。ありがとう、いろいろ相談するわ。恋愛相談とかしていいのかな。恋愛相談もありっすか、タヌキチ。あと何か必要なものがあれば豆吉に聞いてほしいだろう。豆吉、豆吉、俺の射程になんねえか。ちょっとしたものなら買い物してもらえるからね。豆吉もう射程じゃん。逆に不要品の買い取りもやってるから、お金が必要な時は何でも持ち込んでみたらいいだな。もう、タヌキチ普通にいいやつだな。ありがとな、いろいろ世話してくれて。恩をあだで返すタイプだけど気にしないでくれ、そこは。そうそう、それから、なんだい。今島暮らしで便利に使える道具を DIY で自分で作ってみるという無料のワークショップもやってるんだもん。あ、DIY で、俺実際にできないからゲームでもできるか不安だわ。DIY はこの先絶対に役に立つし、キヨノサウルスさんもぜひ体験してみてちょうだいね。絶対に役に立つか。なんか仮想通貨やってるやつとかそうやって言ってきそうだよな。絶対得するからみたいなこと。まあいいだろう、やってやろう。何をすりゃいいんだ、豆吉。豆吉、あ、キヨノサウルスさん来てくださったんですね。豆吉、移住された皆さんのためにちょっとした日用品などを販売させていただいてます。スペースの都合で商品は多くないですが、その代わり毎日入れ替わりますのでぜひチェックしてみてください。豆吉、豆吉、一応タヌキチの目、なんか目の前だからこうやって言ってるけど、夜中になったらこっそりテントに持ってきてくれるってことだろ。キヨノサウルスさんって、これ今日売れなかったんで置いときますねってこっそり。豆吉、お前いいやつだな。もしお時間があるようでしたら今からでもご覧になりますか。豆吉、お前がそういうんだったら何でも見るに決まってるだろ。ではどうぞ。なんだ、ポリタンクと燻製マシン、レベルが高い。
レベルが高いな、置いてあるものの。もうちょっと、初心者でも買いやすいものを置いてほしいんだけどな。燻製マシンか。燻製マシン。マミチが この燻製マシンをこっそり俺のテントの前に置いといてくんないかな。タヌキチに怒られないように気をつけろよ。ゼロベル。いかがでしたでしょうか。ちなみに販売だけではなく、不要品や島で取れたものの買い取りもさせておいております。あ、そうなんだ。島の美化活動をサポートするため、雑草やゴミを。あ、マジで豆吉。いい、じゃあ俺なんか、そっか、でもな、今はとりあえずアイテムは持っておきたいタイプだから、桃ばっかりだな。桃と雑草しかねえよ。お前雑草まとめれんだったら桃もまとめや。タヌキチ、俺帰るぜ。何か僕に相談だな、もう。何でも気軽に言っちゃう。いや、じゃあちょっとタヌキチ聞いていいかな。タヌキチってさ、何歳で 初キスしたの、タヌキチ。何をすればいい、何をすればいい。そうだよな、出所したばっかりだから間に合ってまーす。それならよかっただな、もう。あー、キオノサウルス恥ずかしいんだな。キオノサウルス全然喋んないもんね、首振るだけで。キオノサウルスが俺動物の森始めてから聞いた言葉っつったら、あの島の名前決める時のバファロークソ島ってみんなに紛れて言う時ぐらいだな。オッケー。とはいえ、安心安全快適な暮らしを届けするのは僕たちの務めだから。あ、了解しました。いつでもそうする。いいな、なんかこれ。ここの。え？この作業で俺も作れるってこと？あ、なんかもらってたよな、任天堂から。今無料の体験。あ、そうだ、言ってた。ワークショップを開催中なんだもん。参加してくれた方には体験で作った道具と簡単な。お、マジンコ ?DIY は絶対にこの島での暮らしに役立つから、キオノサルツさんもよかったら体験していく。体験していく。やってみます。DIY ってあれだよ、なんか自分でいろいろパッパッパって作るやつよね。うんうん、そこなくちゃ。じゃあちょっと時間もあるし、今から早速始めるだな、もう。豆吉、お前どこ見てんだ。始めるか。これ作っていいんすか。何作らせられるんだろう。まずは DIY。 どうしよう、テレビ台とかちょっと作らされたら。テレビないのにテレビ台作らすんですかって質問しちゃっていいのかな。でも体験させられてる、なんか体験してる側だからあんまそういうこと言えないよな。まずは DIY の手順をざっくりと説明しておくだな、もう。それでも手順はとっても簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えば、あとは作るだけ。あ、まあここら辺は普通にチュートリアル教えてくれてるみたいな感じなのかな。あ、専用の作業台でももらったよね、任天堂から特別に。釣り座来た。やっとチャチャマルレベルに行ける。チャチャマルの隣で釣りしてやっからな、絶対。俺が大物釣り上げてやんだよ。チャチャマルはなかなか釣れないなみたいなこと言ってる横で俺が釣り上げてやるんだ。でっけえ魚、イワシを、ちっちゃ。それじゃあ先に材料集めてきてもらおうかな。今回作る釣り竿に必要な材料は木の枝たったの5本だろ。え、ワークショップってそういうのは用意しといてくれるもんじゃないんすか。でも木の枝たった5本だったら、今ちょっとしょぼいって言わなかった。こうで、まあ木の枝5本だったら全然いいよ、もう持ってるだろうから。あ、キョロザルさん、もしかして材料の準備ができたのかな。いやいや、今の短距離でわかるだろ。あ、持ってたんだなって。じゃあいよいよ釣り竿を作ってみるだな、もう。作業台で作りたいものを決めて作るだけだから、とにかくやってみて。オッケー、やってみるか。作業台、あ、作れる。しょぼい釣り竿。しょぼいっていう言い方やめ。ねえねえ、しょぼいっていう言い方やめ。初めての釣り竿にして、名前しょぼいってやめ。初めての釣り竿にしようよ。木の枝、これを作る。でも初めての釣り竿っていう名前をつけたら、多分外で聞いてたチャチャマルがテントの中に入ってきて、初めては俺だけどねって言ってきそうだな。初めて釣り竿作ったのは俺の方だから、君2回目だから2回目の釣り竿だけどねってちょっと嫌がらせ言ってきそうだもんな。作ろう、しょぼい釣り竿を作っちゃうか。おお、早い早い。でも俺見られてると緊張して作れないタイプ。できたー。見られてるけど緊張して作れないタイプなんだよ、見られてると。でもできちゃった。しょぼい釣り竿ができたって言われに、お前工具台作ってんじゃねえか。お前工具台作ってる、工具セット作っちゃってんぞ。お、工具入れ工具セット、工具入れ作っちゃってるぞ、釣り竿じゃなくて。うんうん、完璧だな、もう。ポケットに入れた、何でも入る。もうおじゃる丸の頭の帽子と一緒か。こんな感じでレシピと材料と作業台さえあれば、簡単にものづくりができるだな、もう。ということで以上で DIY ワークショップは終了です。誰も来なかったんだろうな、俺しかいなかったのかな、こんな時間だもんな。最後に参加してもらったお土産として、でこの材料で作れる簡単な DIY レシピをプレゼントするだな、もう。お前めっちゃいいやつだな、タンキシ。
なんかお前悪いやつみたいな感じで俺扱ってたけど、俺基本的に悪いことされない限りはそう思わねえ。お前がこの島のみんなに悪口、俺の悪口とか言わない限りは悪いやつだと思わないようにするわ。キノサルさんのスマホに転送するからちょっと出してくれる？あ、待って、まず連絡先交換からしようよ。あれ？なんで俺の連絡先知ってんだこいつ。怪しい。怪しいな。オッケーなんだもん。キョロサルさんのスマホにレシピのアプリごと送っておいただなもん。ああ、こういうのができるんだな。ありがとうよ。なんだったら全部のレシピも送っといてもらってもいいけどね。それから今回作ったしょぼい釣り竿も記念に持って帰ってくれていいからね。あ、いいな、ワークショップっぽいな。ちょっとこれ怪しいけど釣りを楽しむには十分だなもん。この島の海やか。来た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 。おい、ちゃちゃまるお前待ってっか。外で待ってる、お前釣ってるだろうな。俺も今そこに行くからよ。僕もこの島にどんな生物がいるのか全然わかってないから、何か釣れたらぜひ見せてほしいんだな、もう。オッケー、ありがとう。じゃあな、豆吉。たぬきちサンキューな。おい、茶の丸勝負じゃ。俺と勝負すっぞ。釣り対決の時間なんだよ、お前と。いた、お前何虫網に変えてんだよ。釣りしろ釣りしろ、俺の一歩先行くな。それ持ってねえんだよ俺。おい、茶々丸、茶々丸、こいつ一歩上行きやがる俺の。おい、おいらありません押し続けたら怒られたんちゃちゃ落とせ、川に落とせ。ちげえ、おめえが一歩先行くからだろ。なんだよもう、みんな俺、みんな寄ってたかって俺にやからとしやがって。手に持つ、にも釣りしてやるもん。見ろ、おい見ろ、お前どこ行く、見ろ。おい、嘘だろ、俺の目の前でお前何をしようとしてる。構えてんなら捕まえろ。そミスんのかい。釣りだ、やり方がわかんねえ。おい、魚の影ないぞ、キヨノサウルス。キヨノサウルス、魚の影ないよ。とりあえず落としてみようの感覚やめろ。お前どんどん下がっていってる、どんどん下がっていってるよどんどん。キヨノサウルス何やったんだお前。怖い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 。お前何やった、何やった、最近なんかあったのか。お、つぶきち、つぶきち、お前やっぱり、お前そのちっちゃい旗右手に接着されてんだな。助けてやるからな、つぶきち。絶対。あ、キヨノサウルスさん、どうもです。僕たちは案内所でネット回りしてるので、何か相談事があればいつでもお越しください。大丈夫、つぶきち。お前はそうやって言いつつ俺にメッセージ目で伝えてるもんな。右手つらいって言ってるもんな。それと僕はしばらくの間、日中の時間帯を中心に皆さんの様子を見て回ってますので、何をしたらよいか迷われた場合など気軽にお声掛けください。ありがとう。俺はお前を助ける、そして豆吉を射程にする。で、タヌキチは意外といいやつだっていうのも分かったから、俺の中での敵はチャチャ丸。お前ずっとミスってんだ。あー、これか。いろんな人たちがすげえクオリティなのを作ってるやつ。あ、他の住人と共有されるんだ。絶対無理。こういうの作れる人ってすげえなって思うわ。なんかやろうとは思うんだけど、いざやってみると全然できなくて、俺センスねえなっていう感じの人間だから何も書いてないやつそこに置くなんかあんのかなって。お前シワの民たちを迷わせんな。いた、いた、来た、俺の初釣りだ。しかもちゃちゃ丸はちゃんと、これいつ、いつ、いつ引くの、いつ引くの、こ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 、いつ引くの。うりゃー、食われてる。うわ、なんかでっかそうな魚いる。俺は今日こいつを釣って終わるぞ。どのタイミングだ、来い来い。あ、こっち向いてない、こっち向いてない。場所があってね、場所があってね。多分ここら辺か、ここら辺か。はい、来い来い。あ、来る来るぞ、来る、来い。今か、いつだ、いつだ、いつ、いつ、いつ来るか。なんもむっつ、いた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 。釣るぞ、俺はもうこの魚を釣って終わるんだ今日は。怖い、タイミングいつ、タイミングいつ、これ触れんのか、触れ、振動とかすんのか。来た、こうだ、いけ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 、釣れ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 。わあ、タイヤかーい。目やば、タイヤで何かに使えるかもって。お前まさか車作んのか。え、なに、お、なになになに、うわー、待って、助けて、いた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 、いや、キヨノサウルス、なんだこれ。おい、クソだ、なんだよ、あいつ腹立つな。うわー、キヨノサウルス。